私の宝物はこの猪熊源一郎さんという人の商品です。これは猪熊さんがニューヨークでもって、科学生のような生活をなさってた時の絵だと思うんですけど、僕が猪熊さんのやってる展覧会、新制作協会っていうんですけど、その展覧会に参加したのが戦争中ですから、もう40数年になります。その間ね、ずっと猪熊さんは私の先輩ですし先生ですし、いろんなことをたくさん教わりました。一番深く教えられたということは、やはり猪熊さん の画家としての姿勢ですね。それはね、いくつになっても画学生らしいみずみずしさを失わないと、そういうようなことですね。大家として、なんていうんですか、世の中から日本の社会から優遇されるところから、いつもちょっと離れましてね、柔らかい椅子に僕なんかいつも座っていたいと思いますけど、猪熊さんはいつも硬い椅子に座って、そしてこの絵を描いていらっしゃるように思いますね。それがとにかく芸術家として立派な姿勢だと思うんですよ。それでね、この彼はね、いつもね、この未来の方をね、シャキッと見てんですね。そういう姿勢があるように私は感じるわけです。そのね、未来をシャキッと見てる姿勢っていうのはね、絵描きばっかりじゃなくてね、みんな必要だと思うんですね。それがなくてね、今のことをとにかく能率よく片付けようというようなこと、それも大事なことですけどもね、それが先に頭に来てしまいますとね、やはりダメだと思いますね。絵描きだったらいい作品できないと思いますね。ですから猪熊さんそういう意味でね、大変尊敬してるんですよ。そういう姿勢っていうのはそういう意味です。いい記念になりました、この絵を買って。それでこれを私の部屋にかけてあるんですけど、この絵の前でちょっとちらっとこの絵を見た時、ああいいもん買ってきたと思いますのでね、ああいいもんちょっと買ってきたなという、いつもその絵を見るとそう思うから宝物だと思うんですね。